8月24日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。本番前に私の手元に大量のマスクが届きましてですね、ニュージャストフィット 3D マスクという医療従事者用というそういうマスクなんでございますが、はい、なんでこのマスクが届いたかというと、はい、マスクを作ってくださってる方が私知らなかったんですけども、今回手紙とマスクをお寄せいただいて初めて分かったんですが、番組が、まあ、先々週ぐらいかな、夏休みの直前ぐらいですけども、番組を終えてですね、ふらふらっとこの局の裏玄関から、はい、だいたい私裏から出るんですよ、うん。何もそんなこと言わなくてもいいんですけどね。そうですね。そうですね。襲われる時には裏で待ち構え。裏でね。というなんで言うかというとですね、時々、待ち構えて、サインをっていう方がごく稀にいらっしゃるわけですよ。で、特にこの間見たからみたいに、お会いした時には必ず嫌がらずに、本には、私の本にはサインをしますと。はい、本持ってない人は無視しますと。ね。本持ってない人には暴言を吐くかもしれませんが、本を持ってる人に関しては丁寧に、丁寧に対応させていただいて、サインをしますと、番組で再三申し上げていたところですね、局の前で、待ってらっしゃる方がいるということに気がついたんですよ。あ、はい、それがね、この曲って前と後ろと両方あるじゃないですか。そうですね。だからどっちかで待ってると遭遇できないんですよ。あ、それはあまりに気の毒だと思うので、はいはい、もう私は基本裏口からしか往復しませんので、だから私に対してテロを仕掛けようという方はですね、うん、裏口何もそれを言う必要ないんだけどさ、そうですよ、本を買ってくださってね、サインこの間ですね、本を買ってくださった方で、はい、サインを求めに来てくださった方がですね、夏休みの直前にいらっしゃったんで、まあ、いつものようにですね、本を持ってらっしゃる方には丁寧に対応するという、そういうポリシーのもとやっておりますから、サインも当然のことながらしたらですね、その人が、マスクを作ってる方で、どうやらお嬢さんと奥様がジャニーズ系かなんかのコンサートのために東京に来るきっかけがあって、でそれについて東京まで来たんだけども、その方は男性で、まあ、ジャニーズ行くよりはここへ来て私のサインをもらった方がいいだろうということで待ってらっしゃった方が、はい、まあ、無事遭遇できたわけで、よかったですね、はい、でサインをしたんですが、どうやら今日いただいた手紙を読んでるとですね、その方はマスクを作ってる方で、でマスクを送っていただいたんですが、そのマスクの話とは別にですね、ああなるほどなと思ったのは、このマスクを作ってらっしゃる方はクリーニング屋さんがよくしてらっしゃるマスクありますね、あのマスクを作ってる会社なんですって。クリーニング屋さん、ところがそのクリーニング屋さん情報というのがその手紙の中にありまして、なるほどなぁと思うのは、今全国のクリーニング屋さん大変なことになってるらしいですよ、うん、基本コロナでリモートワークになって在宅になっちゃったんで、ワイシャツの洗濯とかスーツの洗濯とかの需要がなくなった上に、やったんだ、ホテルのシーツの交換とかというやつも、これもこの旅行客が激減したんで、だから全国のクリーニング屋さんが今大変なことになってるっていうことなんだけども、私この番組で、いや、まあ飲み屋さんとかはこのぐらいの補助金が出ますよとか、いろいろこうご紹介しましたけど、クリーニング屋さんに補助金が出たという話は、聞いたことがないですね、はい、包括的に、まあ、コロナが原因で所得が落ちた人に関しては、お金あげますっていう制度はありますよ、うん、ただまあこれに関して不正受給が相次いで別の意味で大変なニュースになってますが、うん、ただまあそれではカバーしきれない多分ダメージを全国のクリーニング屋さんは受けてるんだろうな。その上最近環境配慮ということになって、コロナ以前からホテルなんかでも、昔は高級ホテルなんか毎日シーツ変えてくれるのが当たり前だったじゃないですか、はい、今高級ホテルであればあるほどシーツ毎日変えてくれないですからね、うん、むしろ市中の安物のビジネスクラスみたいなところの方が黙って毎日シーツ変えてくれますけれども、うん、高級ホテルで泊まると
なんか札みたいなのが置いてあって、うん、シーツは3日に1回しか交換しませんとかね。で、どうしても交換してくれという人しか交換しませんとか。うんうんうん、なんかすごいこう、いや、うちはすごい環境に配慮してますから、はいはい、うん、毎日洗濯なんかとんでもないんですみたいな。そんな汚れなければね。いや、こんだけ高い金払って泊まってんだからよ、シーツぐらい毎日変えれようとか、まあ、そういうことを思っちゃいけないらしいですよ。そうですよ、今は。自分の損得じゃなくて環境を考える時代ですから。増山さん、何ですか、そういうなんか優等生みたいな、あの安物小学校の学級委員みたいなこと言わないでもらえます？安物じゃないもう。まあいいや、そんなこんなでね、だからどうやらこの一連のコロナ対策って声の大きい人ばっかりが、まあある意味ね、カバーされて、で声が大きくない人、だからまあ数の絶対数が少ない人たちなんかで、いや、ひどい目に遭った人はいるんだろうなぁと思っていたら、今日ここの局に来てですね、ここの局ってなんかあのテレビ局の分際でですよ。いや、ラジオ局の分際でテレビが映ってるんですよ、これが。そうですけど。テレビが映ってる、テレビ見てたらですよ。なんかね、あのすごい血色の悪い、ほとんどゾンビ映画じゃねえかみたいな人が出ててですよ。何このゾンビ映画っていう、全体に画面がグリーンで、ね、グリーンでゾンビかこれと思って、なんで真昼間からゾンビの映画やってんだろうと思ったら、よく見てみたら岸田総理で、岸田総理なんでこんなゾンビみたいな、一応岸田総理もあの病でこうお休みされてる方ですから、ね、いや、あのね、岸田総理自体が病で、お休みされてることが問題なんでなくて、岸田総理自体がゾンビみたいに緑色なんじゃなくて、背景から周囲の映像から全部ゾンビみたいな緑色で、なんで緑色なのこの画像は。リモートの画像がね、ちょっとねありえないと思いましたね。例えばアメリカ大統領がテレビ出るとき、アメリカ大統領ってね、結構頻繁にゴールデンタイムのテレビ出るわけですよ。で、日本なんかはボランティアみたいな形で別に強制されてるわけではないですけども、6時半から首相記者会見ですっていうと、まあ6時半、まあほとんどの局はニュースやってますから、総理大臣の記者会見飛び乗るわけですが、アメリカ大統領の記者会見となると、ゴールデンタイムであろうと何であろうと、全局必ずぶっ飛ばしてやりますからね。それも関連になってんのか義務なのか、もうほとんど義務みたいにして全局やりますから、はい、日本みたいに、まあ民放に関しては編集権がありますから、それぞれの局の判断でやってるだけですよと、そういうのと違うんですよ。はい、アメリカ大統領がテレビ出るときって、まあ多分フルメイクの上にフル照明で、画角から印象から、いや、まあ国家元首ですから、日本の総理大臣とアメリカの大統領が何が違うかっていうと、日本の総理大臣は国家元首では、これね、憲法学者の間に両説あってめんどくさいんですけども、まあ多くの憲法学者は、憲法学者の主流派は、日本の元首は天皇なんですよ。で、総理大臣は元首じゃないんですね。まあ一部に日本の総理大臣を元首と考える憲法学者もいますが、これかなりレアで、日本の元首は、天皇陛下、アメリカの元首は大統領なんですよ。で、やっぱね、アメリカ大統領っていうのは国民的ヒーローですから、だから大統領がテレビ出るということになったら、もう周りから総がかりでイメージが悪くならないように照明の当て方からメイクからフルで考えるわけですよ。ところが今日の昼間の岸田総理の各局出てたあの映像を見たら、おい、誰かさ、照明ぐらい配慮しろよと。ちょっとね、光が違うだけでもね。なんでこんなに全体がグリーンなんだと。そうですね。よりによってグリーンってないで、もうちょっとピンクの方に色回すとか。もうちょっとね、黄色とかね、なんかね、こうちょっと明るめな色、ね。なんだろうな、これがね、やっぱり日本の危機管理全体に言えるんだと思いますよ。総理大臣がテレビ出るときには、もうちょっとやっぱり国民の元気が出るように、総理大臣は病中なんで、隔離中なんで、総理大臣自身がちょっとぐらいは青ざめていてもいいかもしれないですけど、背景のカーテンから何から全部含めて緑色って、そりゃないだろう。ちょっと苦戦で見えたのは確かに、ね、なんだよ、この危機管理のなさは。びっくりした、俺は、本当に。だから、一時が万事でね、この国本来はもうちょっと配慮しなくちゃいけないところの配慮が、すっぽり抜け落ちてる感じがしますね。総理、テレビ出てきてあれだもんね。本当に、
あの冗談じゃなくてテレビの画面見た瞬間に、はい、なんで昼からゾンビ映画やってんのと思ったもん。ゾンビにしては見知ってるぞこの顔はと思った。うわ総理だと思って、まあ、驚いたね本当に、はい、ちょっとはい、これ以上私にね喋らさない方がいいと思いますよ。そんな気もしてきました、はい、じゃあ株と為替早速お届けいたします。今日の東京株式市場日経平均株価続落しました。昨日と比べて139円28銭安い 28,313 円47銭で取引を終えました。朝方は昨日まで4営業日続落した反動で割安感のある銘柄に買い注文が入りましたが、金融引き締めなどの影響でアメリカ景気が後退するとの警戒感から次第に売りが優勢となりました。で為替相場は現在1ドル136円65銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと1円の円高になっています。さあズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台には航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんに政府の遅すぎる水際対策について伺います。でなんと辛坊さん今日はですね、はい、何ですか、4時40分ぐらいかな、桃色クローバー Z がこのスタジオにやってきます。知っております、知っております、知っております。なぜ知っているかというと、前の番組に出ていらっしゃった時に、私ここのスタジオ出たところの丸テーブルでいつものように新聞を読んでおりましたら、目の前にマスクをしていても明らかにオーラが違う女性が2人目の前にお立ちになってですね、あ、よろしくお願いします、お、ももクロちゃんのお二人じゃんみたいな、はいはいはい、はい、驚きました。よかったですね。私ごめんなさいね、本当にちょっとね、多分ももクロのファンからするとどやされると思うんですが、はい、私なんとなくももクロってさ、うん、今4人ですよね。そうですよ。なんか4人グループっていうイメージで言うと、はい、あのモームスのちっちゃいユニットいるじゃないですか。ミニモニみたいなやつが、ミニモニも4人、ミニモニ3人、4人、4人ですよね、うん、なんとなくね、うん、ミニモニのイメージがどっかにこうあって、ももクロちゃんの4人もなんとなくそんなに大きくないんじゃないかという印象があったんですが、はいはい、目の前に2人立ったところを見たら、あれモデルさんっていう、そうスラッとねしてね、スッとしてますよ。ほいで驚いてですね、うん、はい、そっから、あ、今日いらっしゃるね玉井さんと佐々木さんのお二人のプロフィールを、はい、改めて調べたら、二人ともね、うん、身長が1メートル60センチなんですよ。だからミニモニとは全然違うんですね。そうです、そうですよ。うわ、うわ、完全にモデルさんじゃんっていう。はい。マスクしてても、やっぱりね、オーラ違う。わかりますね。キラキラした感じ、ね。お二人が今日ここにいらっしゃるんで。いや、もう。うわ、なんかちょっと何なんですか、その笑い方。はい、本当に。はい、お楽しみになさってください。番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見などもお待ちしております。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。では今日のズームオンミュージックリクエストのお題はいかがいたしますか。昼間にテレビをつけたらいきなりゾンビが出てきた時に聞きたい曲。昼間にテレビをつけたらいきなりゾンビが出てきた時に聞きたい曲ですね。はい、タイはありません。ぜひ理由なども添えてズームあって。タイもヒラメもないぞ。1242.com でね、お待ちしております。さあこの後は最新のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。岸田総理大臣は今日午後1時半から記者会見を行い、新型コロナ対策について医療機関や保健所の負担を軽減するため感染者の全数把握を見直す方針を明らかにしました。自治体の判断で氏名や生年月日などの報告を求める対象を高齢者や入院を要する人、それに重症化リスクが高い人などに限定できるとしています。また水際対策について、日本人を含むすべての入国者に求めている陰性証明書の提出について、来月7日からワクチン接種を済ませていることを条件に免除する方針を明らかにしました。
ロシアによるウクライナへの軍事侵略から今日8月24日で半年となりました。旧ソ連からの31回目の独立記念日と重なりましたが、首都キーウなどではロシアの攻撃を警戒し、祝賀行事や集会が禁止されています。ロイター通信によりますと、アメリカはウクライナに対しおよそ30億ドルの追加軍事支援を早ければ今日24日にも発表します。ロシアによる侵略の開始以降で最大となります。またドイツのショルツ首相は23日ウクライナへの追加軍事支援として最新鋭の防空システムやミサイルランチャーなどを供与することを明かしました。5億ユーロ、日本円でおよそ680億円以上の規模になります。クリミアプラットフォームと呼ばれる国際会議が日本時間昨夜オンラインで開かれました。これはウクライナのゼレンスキー大統領がロシアに一方的に併合されたウクライナ南部クリミアの奪還を目指して去年立ち上げたものです。ゼレンスキー大統領はウクライナやヨーロッパ、そして世界に安全を取り戻すにはロシアからの侵略との戦いで勝利することが必要だと訴えました。宗教法人を所管する文化庁が世界平和統一家庭連合旧統一教会に対し2009年までに少なくとも9回にわたって活動状況を聴取して適正な管理運営などを求めていたことが分かりました。厚生労働省は昨日各都道府県の審議会が取りまとめた今年度の最低賃金の改定額を発表しました。全国平均は昨年度から31円増えて961円でした。上昇率は 3.3% で、引き上げ幅、上昇率ともに過去最大となりました。経済産業省は来年の夏以降に新たに原発7基の再稼働を目指す方針を固めました。すでに再稼働が認められている10基と合わせて17基を稼働できる体制とし、電力需給の逼迫を解消したい考えです。東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、大会組織委員会の元理事高橋容疑者は、組織委員会会長を務めた森喜朗元総理大臣に、AOKIホールディングス前会長の青木容疑者を紹介したと東京地検特捜部に説明していることが分かりました。森氏は取材に対し、青木容疑者と交友はないと代理人を通じて回答しています。台湾の蔡英文総統は23日台湾を訪問している日本の超党派議員連盟日華議員懇談会会長の古谷元国家公安委員長らと会談しました。蔡英文総統は日本は安全保障上の緊密なパートナーだと強調し、中国が台湾への軍事威嚇を強める中で日本の協力に期待を示しました。 Facebook を運営するメタ社が許可なくユーザーの位置情報を追跡して利用していたとして訴えられた裁判で、原告側に3750万ドル、日本円でおよそ50億円を支払うことで和解しました。原告側は1サービスをオフにしていたにもかかわらず、Facebook が位置情報を取得して広告を送っていたと主張しています。メタ社はこの行為を否定しているものの、和解には応じた形です。和解金を受け取ることができる対象は2015年から18年にアメリカに居住し Facebook を利用していたおよそ7000万人とみられています。フィンランド政府は22日パーティーで騒ぐ様子の動画が流出したサンナマリン首相について、今月19日に受けた薬物検査で陰性だったと発表しました。この動画をめぐっては、与野党からマリン首相に薬物検査を求める声が上がっていました。今月8日、高さ30メートルを超える水柱が噴き出していることが見つかった北海道の長万部町では、2週間以上経った今でも水柱が噴き続けています。町では22日、騒音や水しぶき対策のため、水柱の周辺に防音シートを試験的に設置しましたが、大きな効果はありませんでした。そこまで言うか。確実に解説がいりそうだなと思うのはですね、
Facebook、まあ、今、メタ社っていうふうに名前変わってますから、ちょっと馴染みないですけども、はいはい、Facebook ですね。要するに Facebook ですよ、はい。Facebook が訴えられてですね、要するに勝手に携帯電話で一体それを使ってる人がどこにいるのかというのを割り出して、それに応じた広告を送っていたと。で、それは違法であると、こう、まあ、訴えたわけですね、訴えた側は。それで、これに対して原告側に50億円支払うことで合意した、和解したと。これ、パッとここだけ聞くとですね、なんかやっぱアメリカの裁判ってすげえよなって、うんうんうん、やっぱり一発訴えて、訴えが認められたら50億円も受け取れるのかと、こう、勘違いしてしまいそうなんですけども、はいはい、これ根本的に日本と裁判が違ってですね、どういうことかというと、アメリカでクラスアクション、ごめんなさいね、ちょっと専門用語で、クラスアクションっていうのが、クラスアクションっていう法律制度があってですね、はい、日本で似たような制度は法律上株主代表訴訟みたいなものは似たような制度なんですが、これユーザーが俺の携帯電話の位置情報勝手に使いやがって、ね、広告送ってきやがって、違法だから賠償しろとこう訴えたわけですね。その人に50億円払われたわけじゃなくて、一人が訴えても、同じことをされていた全員に裁判の効果が及ぶという、そういう法律なんです。日本の場合は、はい、訴えた人だけが認められますよね。はいはい、アメリカの場合は、訴えていなくても、その訴えた人に、うん、そういう条件下にある人にいくらか払えっていう判決が出た場合には、はい、訴えていないけれども、同じ状況にある人全員に賠償金を払わなくちゃいけない。はいはい、これがね、企業にとっては悩みの種で、このクラスアクションという裁判で訴えられた時には、一人に対する賠償金はごくわずかでも、これね、自動車メーカーなんかがこれで潰れかけるってことがよくあるんですけども、じゃあブレーキ故障ですと、ね、ブレーキ故障のおかげで事故が起きたんだと、これで100万円払えみたいな訴えを起こされるとするじゃないですか。これね、100万円で済まないんですよ。それがブレーキ故障が原因だというふうに裁判所が認定してしまうと、その時期にその車を買った全員に賠償金払わなきゃいけないんです。事故起きてようが起きていまいがみたいな。いなくてもね。今回、和解金の対象になったのが7000万人、はい。7000万人に対して50億円だから、実は一人で割ると70円ぐらいにしかならないんですよ、これ。だからこの間の携帯電話で、100円だか200円だか、いらねえよ、そんな白酢みてえな金、みたいな。汚い。本当に表現に何問題があるような。なんかね、そうなんですよ、新聞。そうですよ、表面に。すいません、はい。はい。ということなんで、そういう意味です。ただね、これって結構今もう当たり前のように行われていてですね、はい、私一応 YouTuber を名乗っておりますね。YouTuber、うん、まあたくさん皆さんに見ていただくといっぱいお金が入ってくるとこう思うわけでしょ、はい、ところがですね、どこの国で再生されてるかっていうのが非常に重要なんです。例えば私が太平洋だの動画を上げてますね、うん、これが例えばインドでもうバカ当たりして何百万回も回ったと仮にしますよね、はいはい、ところがインドで YouTube 見てる人のところには、インドの広告が流れるわけですよ。間に挟まってくるのが。そうすると、広告単価が、例えば極めて低かったりとかするわけですよ。そうすると、インドで何百万回回っても、大した利益になんねえよなって。だどこの国で、いくらの広告が、はい、何回載っているかっていうので、だから YouTube でよく何百何十万回再生されるといくらですとかっていう大雑把なこと言う人いますが、あれ嘘で、つまりどこの国でいくらの広告が何回再生されてるかっていうのによって、再生回数とリンクしてこないんですね。なるほど、そうなんですか。はい。だから今スマートフォンなんかによくプッシュ広告でいっぱい広告送られてきますよね。だから広告の背景で私が今普段どういうものをインターネットで見てるかとか買ってるかとか、そういう情報は基本的に全部抜かれてると思って間違いないです。ああ、ズームフラッシュでした。8月24日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。ここで番組からのお知らせです。来週8月29日月曜日からのズームはスペシャル企画をお送りします。辛坊治郎ズームそこまで言うか、特集ニュースサマーウォーズ。
8月29日、来週の月曜日は午後6時まで時間を延長してお送りします。ゲストは筑波大学名誉教授で筑波学院大学教授の中村逸郎さん。ロシア入国禁止63番目の男、中村逸郎さんに入手したての恐ろしや情報を伺っていきます。30日火曜日のゲストは政策アナリストの石川和夫さんです。電力逼迫はどうなったのか、この夏の電力事情の裏側を石川さんに伺います。31日水曜日のゲストは経済アナリストの森永卓郎さん。スイカにミニカー博物館、そして生き様まで、森永さんを全部丸裸にしちゃいます。9月1日木曜日は、日本放送飯田浩司アナウンサー。支持率急落の第2次岸田改造内閣について考えます。来週は辛坊治郎ズームそこまで言うか、特集ニュースサマーウォーズ。あのさ一生懸命お伝えしたんですけど、いやいや、そう、一生懸命宣伝していただいてるのは構わないんですけど、はい、森永卓郎さん丸裸ってどこにそんな需要があるんだよそれ誰が今日興味あんねん。いやいや、みんな興味津々ですよ。丸裸、そうですか、丸裸の森永卓郎ですよどこにそんな需要がありますってば。ぜひぜひね、ご期待ください。無理があるなさあ、来週もね、ぜひ、辛坊治郎ズームをお聞きになってください。お願いします。さあ、ではメールをご紹介していきます。はい、お願いします。東久留米市の桂小次郎さん。へーへー、辛坊さんにマスクを送られたマスク業者さんに感謝です。私は1クリーニング店主です。本当に大変なんです。今クリーニング店は大変な事情のあらかたは辛坊さんがおっしゃった通りですが、現在それに輪をかけているのがもろもろの値上げで、ね、特に石油関係です。そうですね、ドライクリーニングってやっぱり石油製品ですから ね、溶媒はね、はい、そうそう、クリーニング店にとってガス、灯油、重油、ビニール製品など石油製品、切っても切れない資材です。でもこれまたおっしゃる通り、クリーニング店に特化した補助金などは現在まで全くありませんから、きついです。本当にね、なんだか申し訳ないな、うん、本当に申し訳ないなと思うのはですね、はい、私も一時に比べると公演随分、まあ、減ってるっていうか減らしてるっていうかですね、うん、はい、あんまり行ってないんですよ、で公演行ってる時には、うん、ワイシャツはクリーニング屋さんに出してたんですけども、ところが最近のワイシャツってね、家で洗ってもそんなにへたらないんですね、うん、形状記憶だったりするとね、これがよくできてるんですよ、ね、そうそうそう、ただあれ自分 の自宅の洗濯機で洗うたんびになんか、うんうん、クリーニング屋さんに申し訳ないなと思ってなんか ね、思ったりします。なんか切なくなるんですけども、うん、でも洗っちゃうんですね、自宅でまあね、便利になりましたからね、はい、それから沼津市の窓越しのお京さん、コロナ禍のクリーニング業界のお話がありましたが、近所のウエス屋さんの話ですが、ウエス、あの雑巾みたいな 布ですね、はい、紙のウエスが出回る中、やはり布製のウエスが大変の中、ウエスの原料のホテル、それから旅館から出るシーツが激減して仕事にならないと言っていました。そうなんだ、コロナはいろいろな業界にも影響があります。そうなんだよね、環境配慮と一言言われりゃさ、もう誰も反論できない世の中になってるけれども、そうなんですね、でも本当にそれが環境配慮になってりゃいいんだけど、はい、どうもなんかポーズだけみたいなことも世の中にもあるからね、うん、はい、だんだんね、そういうの精査してね、本物をね、こうね、いや、そういうことです、はい、おっしゃる通りです、うん、また本当に学級委員みたいなこと言いますねいやほら、丸が出てるからそろそろまとめなきゃと思って、はい、メールはzoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんに政府の遅すぎる水際対策について伺います。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。政府が新型コロナの水際対策の緩和を発表。
岸田総理大臣は今日午後オンライン会見を行い、新型コロナの水際対策で日本人を含むすべての入国者に求めている陰性証明書の提出について、来月7日からワクチン接種を済ませていることを条件に免除する方針を明らかにしました。さあ、ここで航空旅行アナリストの鳥海高太朗さんとつながっています。鳥海さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。辛坊さん、お帰りなさ い。ありがとうございます。鳥海さん、私が夏休み中に木曜日のバックアップに来ていただいたというのをふうに伺っておりますが、ありがとうございました。はい、メッセージもありがとうございます。いやー、鳥海さん、はい、まあ岸田総理今日なんかあのグリーンの緑がかった映像で記者会見に応じてですね、まあまあ全数把握に関しては自治体に任せると、でワクチン帰国時要求していたワクチン接種は来月7日から、ワクチン打ってりゃ PCR 検査、ごめんなさい、来月7日から帰国時72時間以内で求めていた PCR 検査はワクチン接種を条件にもう来月7日から、免除すると、まあまあ当然予想されていた範囲なんですが、素朴にこのニュースを聞いてどう感じですか？思ったより早く決断したかなと。今までの岸田政権の様子だと、おそらく、まあ10月かなっていうところが、まあ9月下旬かなっていうところで、8月中にまだ完全に全国の感染者数が減っていない中で今回の決断したっていうのは大きかったのかなっていうのがありますよね。まあだからそういった意味で言うと、まあ今回3回目以上っていうふうにしましたね。これ2回にするか3回にするかっていうのが、この昨日からどっちになるんだろうっていうのがあったんですけど。ワクチン接種の回数ですか？そうですね。3回以上っていうルールつけましたね。はあはあ、ここはまあ、ちょっとまあ、いろんなまた意見が出るのかなってところありますね。まあなるほど。まあ今まででも海外行って帰ってくる時の MySOS で、ブルー表示、青色表示になる前提としてはワクチン3回接種だったんで、うちの子供も今回ハワイ行くに際して全員ワクチンの3回目受けたので、まあそういうのに合わせた感じですかね。そうですね。辛坊さんのビデオメッセージで現地の PCR は結局アメリカのただのやつで受けたのか、それともしっかりしたところで受けたんですか？まあ、しっかりしたところっていうか、なんていうかですね、泊まったホテルのコンシェルジュから電話かかってきたんですよ。で、泊まったホテルのコンシェルジュからいきなり電話かかってきて、ここのクリニックがいいですよって言って、ここのクリニックだと 5% 引きですから、必ずここのホテルで紹介されたって言ってくださいねってこう言われてですね、そこまで言われりゃしょうがないんじゃないですか。これ絶対キックバック出てるよな、発生してるよなとか思いながらですよ。ただ、行きましたけども、PCR 検査場の人が全員日本人で驚きました。お客さんも当然日本人なんですけど、そうじゃなくて向こうで受け付けてくれてる人も日本人で、あ、これはもう日本人観光客の今の制度に特化した検査場だなっていう、これだから日本がこのシステムやめた瞬間にここの検査場はなくなるんだろうなっていう、そんな感じですね。そうですね。もう世界的にイギリスなんかも PCR 検査場もかなりなくなっていて、やっぱりもう受ける人が減ってきちゃってるんですよね。もう体調が悪い時にまあ受ける程度で、やっぱりもうそういう海外渡航のためのって需要は最後は日本人だったっていうのがイギリスでも今言われてますね。なるほど。なるほど。そうするとこれがなくなるとイギリスの PCR 検査場はもう壊滅するということですな。いや、もう受けられるところが減ってきて、今確実なのはもう空港の PCR 検査センターで受けるのが一応一番確実だと。なので、まあワクチン2回接種以下の方に関しては、まあそういうふうになるのかなということで。ただ、アメリカに行く、まあハワイも含めてアメリカに行く場合は、まあワクチン2回接種してないと、そもそもアメリカ今入国認められてないので、2回までの人はまだ現地で受けなきゃいけないし、1回0回の人は特別な理由がない限りはアメリカ時代にまだ行けないし、3回目以降の人は非常に楽になるっていうのが今回の流れですね。ところで鳥海さん、はい、どうして今日はスタジオじゃないんですか？いや、行きたかったんですけど、今日はですね、青森で講演会のお仕事をいただきまして。忙しいですね、はい、そうなんですよ。今青森の東央日報という新聞社の主催のちょっと講演会で今終わって、そこの運営しているコアワーキングスペースを今使わせていただいてて。へー、ですか。便利になったって。明日は今度甲府で講演会があるので、今日これから東京に一旦帰ります。それでまた明日甲府に行きます。あらまあ、忙しいですね。どうですか、そうやって全国飛び回っててお客さんの流れとか観光客の数とかっていうのの印象は。
そうですね、今日こっちに来てて、やっぱり新幹線がまず昨日夕方来たんですけど、ちょっと仙台行く上に1時間後の新幹線だったんですけど、はい、でももうやっぱり窓側だけじゃなくて通路側までお客さんがいるというような状況で、うん、やっぱりかなり戻ってきたと。ただやっぱり夜の青森市内の飲み屋街の人はやっぱかなり減ってるかなっていう、そこは戻ってない、もうご飯だけ食べてもすぐホテルに入るとかっていう形で、やっぱりちょっと夜の静かさは感じてるかなっていうところはありますね。ドリームさん、夜何してるんですか？いや、昨日はもう一人でお寿司屋に行ってお寿司食べて、すぐホテルに戻って、で今朝はレンタサイクルを300円で借りまして、2、3キロちょうど市内を散策して、ネグタのところ見たりとか。ドリームさんが自転車乗って街歩いてたら目立つでしょ。いや、目立たないですよ、もう全然。僕もだから大阪とか広島でも結構赤いレンタルサイクル、東京の ID で広島とか大阪はそのまま使えるんで。そうなんですか？そうなんですよ。だから東京で登録しとけば、本当にね、広島、札幌、大阪とかはそのまま行く。青森はちょっとまた別の仕組みなのであれですけど、すごい楽ですよ。あ、そうなんですか。まあ、赤い自転車に関してはこの番組でも前にご紹介したことあるんですけれども、要するに、まあ、一回一回乗り捨てで、まあ、コンピューター管理なんでしょうね、きっとね、あれね。なんか登録しておくと、どこでも自転車拾って返しに行けるみたいな、ね、あの制度は、あれは便利ですよね、確かにね。そうなんですよ。だから本当、この間広島行った時はそのまま使えるってもう最高でしたね。平和公園とか、まあ、原爆ドームとかいろいろ散策するのにもう短い時間で動けるので、やっぱり楽ですね。でも今私、大変失礼なことをこれから申し上げますから覚悟して聞いてください。鳥海さんが赤い自転車に乗って街歩いてるところを想像したらですね、なんとなく木下大サーカスの熊のサーカスかなみたいな感じがすごいしなくもないんですけど。鳥海さん、怒っていいですか？誰も気づかないですよ。そこは受け流すので大丈夫です。さすが、もう素晴らしい、はい。大人ですね。本当です。そうですか。いや、もう、ね、辛坊さんにね、僕がいじってもらえるだけでもう本当にね、嬉しいんです。何言ってんですか。なんて言い方なんでしょうか。本当に。ニコニコ笑顔で。もう何とも思ってないですよ、本当に。うん、嬉しいです。で、これからどうなります？いや、もう人の流れ大きく変わると思うんですよね。やっと、ただ今回ね、ちょっと不満だったのが、1日2万人という入国者数を、まあ5万に拡大するんじゃないかっていう、まあそういう報道が一部あったんですが、それに関しての言及は特段なかったというか、まあそういう方向では考えているにとどまっていたっていうところで、日本人の海外旅行に関してはこれで動き出す。まあ特に出張が動き出すと思うんですよ、業務渡航が。ただ外国人の日本に受け入れのビザの問題をどうするかっていう言及がなかったっていうのが、まだまだなんか日本人のちょっと様子は見てるけど外国人はまだ来なくていいのかなっていうような風にも受け取れるかなって、ね、そうなんですよ。多分ね、これ岸田さんのご自身の思想性じゃないと思うんですが、やっぱり岸田政権の最近の支持率の下落状況を見ると、どうしてもやっぱり保守派を敵に回したくないというところがあって、で外国人が国内に入ってくるということに関して、まあ日本の保守派っておしなべてネガティブなんで、まあ多分ね、そんなところの配慮があるんじゃないのかなって感じがしますね。そうですよね。あと、ま、全国旅行支援の話も特になかったですよね。そのあたりも。そういえば、全国旅行支援って、まあ、いわゆる一つの GoTo みたいなやつはどうなるんですかね。いや、本当であれば、もう、まあね、7月から始まってたところで、で、今、県民割、ブロック割っていうのが、もともと8月31日までの設定で、はい、で、東京都が独自でやってる都民割はもう9月に、再開しますっていうアナウンスがあった。これはまあ、都が勝手に決めちゃっていいものなので、いいんですけど、今度、県民割、ブロック割は国の予算でこれを延長するかどうかっていう判断がまだ今日の時点でもされていないと。で、そうですね、全国旅行支援が始まれば、もう県民割、ブロック割はなくなるんですが、はい、ちょっとそれもどっちつかずの今状況なんですよね。そうですね。そのあたりの情報は今日完全に抜け落ちてましたね。そうなんです、完全抜けてますね。で、大阪とかね、広島なんかは今県民割も止めてますから、はあ、だからちょっと政府方針がまず出ないと今度知事の判断もできないっていう、まあ、板挟み状態ですよね。まあ、全数把握に関しても、それぞれの自治体の判断でって、まあ、政府責任取りたくないから、自治体に、丸投げか、みたいな感じも、私なんか個人的にしたりなんかするわけですけども。いや、渋さん、その通りなんですよ。GoTo のこの変わる全国旅行支援っていうのは、今度知事が、うちの県はやりたくないって言えば、その感染者多いからやめられるんですよね。はい。
で、その代わり知事の権限で決めていいですと。だからこれはもう完全丸投げの状況で、国は一応もうこういうプラットフォームを作ってますよ、制度を作ってますよ、最後やるかやらないかは、知事が判断してくださいねっていう、だからそこら辺もそうなんですよね。同じことだと思うんですよ。なんかそれぞれの自治体で判断できると言えば聞こえはいいですが、なんだか責任逃れの丸投げみたいな感じもしますんでね。そうなんですよ、ね、だから、ね、全国旅行支援に関してとか県民割に関しては国の方針すら出てないってことで、ちょっと今日はちょっとそこら辺なんかあれですね、もう外国日本人の海外渡航だけでしたね今日は。さて、鳥海さん、まあ、鳥海さんに出ていただくときには何か、これはお得ですよとか耳寄りですよとかみたいな情報を寄せていただくことになってるんですけども、特にありますか。はい、ですね、今JR 東日本の10月にですね、はい、乗り放題のチケットっていうのが発売になるのって辛坊さん、知らないです。何ですかそれ。知らないですか。はい、鉄道開業150周年記念 JR 東日本パスといいまして、10月14日から27日の間、はい、でこれはネットの駅ネットっていうので発売限定なんですが、JR 東日本管内乗り放題で 22,150 円3日間。で、新幹線は自由席、特急はすべて何回でも乗れますし、指定席は4回まで使えるんですよ。へぇー。JR 東日本が発売するわけですか。そうです。JR 東日本管内だけですね。JR 東日本管内、ごめんなさい、私全然知識がなくて申し訳ないんですけども、東京から大阪に来るのに JR 東日本だけで行けるんですか。行けないですね。それは熱海ぐらいまでですね。はい。あ、熱海ぐらいまでなんだ。はい。なので、その先、あと東海の新幹線は東海になっちゃうのでダメなんですけど。東北、北海道は？で、今僕、北海道はダメですが、東北は行けます。で、今僕、青森いるんですけど、東京から新青森が片道新幹線で 17,670 円なんですよ。はい、はいはいはい。で、多くすると 35,000 円ぐらいするんです。これがまあ 22,150 円と。で、3日間乗り放題なので、今日は青森、明日は軽井沢とか、明後日は新潟とか、そういうふうに1日ずつで往復してもいいし、あともう、ね、ずっと縦断して、もう旅行しながら行ってもいいですし。それ、これはね、めっちゃ得ですね、それ。いや、もうこれはもう最高に得なんですよ。で、土日も2回入るはずなので、10月14日から27日までなので、17、18と、あと、10月ですので、15、16の土日と22、23の土日も使えますと。すごいですね。それいつどこで手に入るんですか？ここで旅行しない。これはですね、発売、1ヶ月前から発売で、駅ネットという JR 東日本がやってるインターネット予約サービスがあるんですけど、そこで買うことができて、で、新幹線も指定席は4回までと。だから全社指定の最近、はやぶさとか増えてるので、はいはい、そこで使うようにして、あとは自由席使えば、本当にお金かからずに、好きに気ままに旅行できるとで、これはね、使わない手はないです、それって、あれですか、枚数の上限とかあるんですか、発券枚数の。ないです。ないです。ない。ということは、買おうと思えば必ず買えるってことですか。そうです、買えます。で、指定席はまあ、満席になるかもしれないですけど、まあ、自由席うまく使っていくっていうやり方すれば、発売枚数の制限は今のところないですので。で、これでだから全国旅行支援が始まれば、宿も 40% 引きになるので、だから僕はこの10月14日に全国旅行支援が始まったら、これは大ヒットするだろうと。はぁ。いうものなんですよ。だって、10月14日から実質2週間使えて、22,150 円で JR 東日本、はい、だからさっき、まあ、熱海か伊豆かとおっしゃいましたけど、そこから、はい、青森までの範囲なら、行き放題、旅行し放題ですよね。ですよね。もうずっとどっか旅行して泊まり歩いてもいいですし、本当毎日家から往復できるところで旅してもいいですし、いろんな使い方できます、ね。あらま、あらま、それいいっすね。それちょっとじゃあ私、それ使ってどっか行ってみよう。うん、惜しいなぁ。おしゃまんべまでなんとか行けないかな。おしゃまんべは JR 北海道だから行けないわけですね。そうですね。あとはもう新青森からまあ別に買っていけばいいんじゃないですかね。ああ。それはもう勝手に行けばいいわけですね。はい、そうですね。そこ追加で払えばいいので。それとね、10月から史上初 JAL グループ運行のアナ便誕生っていうようなニュースがあったんですが、これは何ですか？
これがですね、アマクサエアライン、それからオリエンタルエアブリッジ、対馬とか行きに行く飛行機とか、あと、日本エアコミューターで屋久島とか種子島とか行く、いわゆる九州の離島に行く飛行機を、今まではそのどっちか JAL か ANA どっちかのコードシェア便だったんですね。これをダブルコードシェア便にして、だから、結局、屋久島行く場合には今までは JAL しかマイレージが貯められなかったのが ANA でもマイルが貯まるようになると。え？そういうメリットがあるんです。ほほー。そうすると ANA のファンというか ANA のマイレージ貯めてる人も JAL が、まあそういう JAL しか貯められなかったところにも行きやすくなるし、逆に対馬とか五島福江なんか今まで ANA のマイレージしか貯められなかったのが、JAL でも貯められるようになると。そういうメリットですね。なるほどね。しかし、ようやく鳥海さん、なんか旅行が楽しめる雰囲気になってきましたか？いやー、これであと弾丸海外旅行っていうか、やっぱり週末使ってちょっとバンコク行こうとかシンガポールで、LCC 使えば本当多く5万ぐらいで4、5万で行けるんで、やっと行けるようになりますね。いや、そうなんですよ。私ね、実はね、10月か11月、あれどっちかかな、週末にですね、東南アジア方面のチケットをもうだいぶ前に買ってたんですよ。はい、それで、だけど、それまでに、72時間っていうあれの制限がなくならないと、いや、その私が今行こうとしてるところは、現地で PCR 検査の検査場がほとんど見つからないようなところなんで、これはキャンセルかけないといけないかなっていう、今、結構ギリギリの状況だったんですが、まあ、一応今日の、これで先週木曜日に話を、飯田さんがいた時話したんですけど、今もう弾丸の場合は、日本で受けてから出発できるようになったんですよ。8月15日。そうそう、それ私のところに連絡が来てびっくりしまして、うん、それ何なんだよ、それだってわざわざね、私それラジオで喋らなきゃいけないから、まだダメだった時に、厚生労働省と外務省に電話をしてですよ、わざわざ、72時間というのは現地でやらないとダメなんでしょうか、つまり現地、それ私何回もこの番組で言ったようにほとんど意味ない、行ってすぐ検査することになるんで意味がないんで、日本国内で受けていっても同じじゃねえのかって思って、そしたら当時ですね、厚生労働省も外務省も鼻先で笑ったんですよ。決まってるじゃないですか、現地で受けるにみたいな、そんな感じだったんですよ。それがしれっと変えるってどういうことなんですか、これ。そう。で、これしれっと変わって、河野太郎大臣が吠えたりとか、僕らも吠えたりして、必要がないんじゃないかっていう、これがだから今回早期の岸田総理の決断につながったんじゃないかなって僕は分析してるんですけどね。まず投げてみたって感じがしますよね。それで国民の反応を見てみたんじゃないかなっていう気はしますよね。ああ、それでなんか。で、8月15日があっての今日の8月24日のような気がするんですよ、ね。そこで要するに国内世論がどうなるかというアドバルーンを上げていて、それの結果の今回の判断ということですか。そうです。ほとんどの人がもう不要だろうっていう、やっぱり論調でしたよね。なるほど。だからそれがやっぱり今回の早期の決断につながったっていう、なんか一個クッションを置いた気がしますね、これ。なるほどね。いや、鳥海さん、よくわかりました。ありがとうございました。お忙しい中、今日もありがとうございました。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんでした。8月24日水曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。この時間5時を過ぎましたので、ズームをミュージックリクエストご紹介していきます。今日のお題は、昼間にテレビをつけたらいきなりゾンビが出てきた時に聞きたい曲、まあ、ひどいわ、本当ひどいですよ。私は言ってないですからね、ではまずその後テレビを続けて見ておりましたら、はい、だんだんね、画面の色が変わってきてきっと鑑定筋がクレーム入れたんじゃねえかっていう気がするぐらい、もしくはそれでこのラジオ辛坊さんのご意見を聞いてこりゃまずいって思ったのかもしれないですよ。はい、まあ越谷市にお住まいのラジオネーム赤い葵さんです。昼間にテレビをつけたらゾンビが出ていた時に聞きたい曲は、郷ひろみさんとキキキリンさんのお化けのロックンロールですね。懐かしいっすね。はい、はい、杉並区のラジオネームのんびり屋さん、57歳男性、中山千夏さんの妖怪にご用心。これね、中山千夏さん、ドロロンエンマくんのエンディング曲だそうです。歌詞の中にブラウン管からニョロッと手が出ての下りがあり、課題にドンピシャな曲なので。なるほど、ドロロンエンマくんありましたね。愛知県一宮市の愛知の A61 助さん、テレビをつけたらいきなりゾンビが出てきた時に聞きたい歌は、
秋山恵美さんのキョンシーはいかがでしょうか。そんな曲があるんだ、うん、可愛らしいキョンシーのようなゾンビだったら辛坊さんも喜ぶんじゃないですか。そうですね、霊言同士っていうキョンシーの出てくる映画、うんうんうん、私あのシリーズ全部見てますから可愛いですね、はい、それなりにハマりました ね、 あれね、はい、うん、お札貼ると止まるやつ、はい千葉県佐倉市の52歳女性の方、なえさん、嵐のモンスターはいかがでしょう。でもゾンビはモンスターでしょうか。嵐のモンスターが今頭の中でぐるぐるしています。そう、何かのきっかけでね、曲が頭の中回り出すことはありますね。ある、ずっと一日こびりついて取れないんです。一遍回り出すと、そうなんですよね。でね、このなえさんはね、私の実家は父と母の二人で経営する小さなクリーニング店です。80歳になる父が今年でお店を畳むそうです。あら、まあ、補助金などは今までもらったことはなかったと思います。小さなお店でしたが、かなりの重労働で大変でした。感謝しかありませんね。いや、そうでしょうね、よくわかります、はい。新宿区のシャコパンチさんは、ゾーンのシークレットベース、君がくれたものをお願いしますと。お、ゾーンだからゾンビ。ああ、なるほど、ゾンビ。いや、はい、はい、OK です。あとはね、こちらの曲はね、一番多かったです。13件マイケル・ジャクソン違う。あ、素晴らしい。墨田区のラビンさん、ゾンビといえばマイケル・ジャクソンのスリラーかな、はい、曲は相当聞きましたけど、ね、映像もよく見ました。マイケル・ジャクソンのスリラーは名作です ね、 あのプロモーションビデオもね、ミュージックビデオも、はい、本日のズームオンミュージックリクエスト、郷ひろみ&キキキリン、お化けのロックンロール。うん、そちらに行きますか。そもそもキキキリンさんがもともと結城地方という名前だったというのを知ってる人がさあ何人いるかと。はい、あ、みんな下向いちゃったよ、おい。知らない。みんな下向いちゃったぞ、あれ。はい、昔ね、結城地方さんというお名前でした。そうですね、はい。この頃ですよね、郷ひろみ&キキキリン、この頃ですよね、お名前変わったの、確か。あ、そうですか。と思います。なんですか、はい。お化けのロックンロール。うんうん、はい、今適当なこと言ってます、はい、そう、大体のこと言ってます。まあ大体そうですね、大きくは間違ってない、まあ、前後10年以内だと思います。もうブレはね、大体10年と考えていただいて、ご意見はズームアットマーク 1242.com でお待ちしております。で、番組ではね、そう、24時間あなたからのご意見お待ちしておりますが、明日木曜日は飯田浩司アナウンサー登場です。あのね、飯田さんはですね、ほうほう、来週フライデーのですね、有料版ウェブサイトフライデーサブスクリプションで取り下ろし、フライデーに出るの、激レア商品。何やらかしたんですか。あのね、有料版のウェブサイトというのがありまして、ええ、会員の方がこう見られるっていうウェブサイトの中で、私もね、いつかやらかすと思ってたんですよ。きっとなんか電柱でおしっこしたとかなんかそういうんじゃないですか。そんな違います。違うの。飯田くんがね、綺麗に撮影され、取り下ろしですから、事件です。いや、でもね、ちょっとね、あ、飯田くん綺麗にすれば綺麗になるんじゃないって、その試しの見せてもらった。お化けのロックンロール。違う違う違う、そう、本当にもうね、大宮伝助とは呼ばせないっていう感じの佇まいが。そうですか、はい。それ何、フライデーだけど別に激写されたわけじゃなくて、じゃなくて、でそういう取り下ろし の、 あのウェブサイト、有料のね、有料会員になっていただくと見られるっていうものの中で、誰が金出して飯田くん見るね。いや、まあほら、シリーズでね、こう女性の方とかもいろいろいるわけですけれども。そうです、はい、よかったらね、よくわかりました、はい、ぜひあなたからのメッセージはズームアットマーク 1242.com で、ちょっと見てみたいね。でしょ、うん、興味ありますよね、はい。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。海上自衛隊の国際観艦式に韓国招待へ。政府は昨日、今年11月に海上自衛隊が開く国際観艦式に韓国軍を招待していることを明らかにしました。前回3年前の観艦式は、自衛隊機への火器管制レーダー照射などを踏まえ招待を見送っていました。今回は日韓関係の改善に意欲を示す韓国のユン・ソンニョル政権への配慮を示した形ですが、自民党からはレーダー照射問題のけじめを求める声も上がっています。はい、ということで、
いわゆるその自民党の保守派の間の評判は極めて悪いみたいですね。なんで極めて評判が悪いかというとですね、火器管制レーダーっていうのは何かというと、あの時やらかしたのは韓国の軍艦がですよ、韓国のまあ駆逐艦、まあ、日本ではね、あの第二次大戦前はまあ、第二次大戦中はもちろん含めてね、駆逐艦というと大体船の大きさのイメージがついたんですが、戦後日本で自衛隊は海上自衛隊になってから駆逐艦という言い方しなくなりましたんで、まあ、駆逐艦と聞いて大きさがわかる世代はわかる世代ですけれども、まあ、日本の今風に言うと護衛艦って感じですかね。で今軍艦っていう基本的に概念もない、戦艦っていう、軍艦っていう概念はあるんですが、戦艦っていう概念がないんですよね。戦艦っていうと、まあ、いや、あの、代表的なもので言うと、世界最大の戦艦、ヤマト、武蔵。まあ、同じ形ですけども、ヤマト、武蔵。ああいう対艦強砲主義っていうんですが、でっかい船で巨大な大砲を積んで、ドーンって発射するような、もうそういう時代じゃ、もう第二次大戦で、ああ、やっぱ航空戦力の時代だよね、航空母艦だよね、っていうことになって、今、まあ、あの、戦艦っていうものがもう実、世界どこの軍隊でもない、ないんですよ。だから、まあ、まあ、護衛艦とか駆逐艦とかっていうんですが、韓国の海軍の駆逐艦がですよ、日本の自衛隊機に、火器管制レーダーって言って、要するにロックオンですからね。それもロックオンした場所が日本の排他的経済水域ですから、日本の排他的経済水域の中で、韓国の軍艦が日本の海上自衛隊の飛行機にロックオンかけて、このもんね、反撃されて、あの、ミサイル、飛行機から撃たれても、文句言えないですよ、これ。だって、ロックオンされるということは、自分のところにミサイル飛んでくるっていう。狙われてるんですね。はい、だから、もう火器管制レーダーを発射するなんて、ありえないんだけれども、韓国がやって、どうもやっぱり当時の、ムンジェイン政権の支持のもと、組織的に、意図的にやってたんじゃないのっていう疑いがあって、これに関して日本が強硬に抗議をしたら、まあ、全く受け付けないどころか、ちょっと言い訳にもならないようなことを韓国側が言ってきてっていうことがあって、はい、まあ、日本としてはちょっといくらなんでもこの状況の中でお付き合いするのは無理だよねっていうことで、前回は、まあ、韓国参加しなかったんですが、それから3年経って何も変わってないわけで、何も変わってない。ただし、韓国の政権が変わりました。はい、で、韓国の政権が変わったんで、まあ、これを機に、で、今回西太平洋海軍シンポジウムっていうのが、実は西太平洋の海軍。これ実はロシアなんかも入ってるんですけども、で、この西太平洋海軍シンポジウムの全加盟国を、まあ、慣例的にいつでも招待してるもんなんで、で、今回はさすがにロシアに関して言うと招待するわけいかないよねって話なんだけど、まあ、慣例的に西太平洋海軍シンポジウムの全加盟国を招待します。ロシアはいくらなんでも今年このタイミングで招待はできませんけども、はい、韓国はまあ、慣例に基づいて招待しますということなんだけれども、前回のこの火器管制レーダーの、決着、けじめがついていない中で、韓国の政権が変わったからといって、招待するのに関しては、日本の特に自民党の右派というか保守派の間では極めて評判が悪いんで、同じ自民党の中でも、あからさまに、反対の声を上げている人たちもいますが、ただね、別の見方もできるんですよ。どういうことかというと、はい、韓国側の立場に立つと、韓国側って、ちょっとやっぱ世界の中でも異常なことになってまして、軍隊だけじゃなくて、これはまあメディアが火つけた形になるんですが、なんで火つけちゃったかというと、もともと日本と韓国の試合だったかな、サッカーかなんかの試合でですね、はい、なんか韓国の応援団が、かなり無礼なことをしたんですけど、その時に、無礼なことをした理由として、韓国側が言ったのが、なんか客席に旭日旗が上がってたと。旭日旗って何かっていうと、日の丸の周りにこう、光のこう、うん、なんかこう、はいはい、放射状の、だからまあ、簡単に言うと朝日新聞のマークですよ。あ、朝日新聞のマークみたいなもんです。朝日新聞のマークは、まあ、それを四分割した一部みたいな形になってますが、あれ、もともと海軍の旗で、海軍の旗ですけど、はい、海上自衛隊はずっと戦後も当たり前に使ってた海上自衛隊の、正規の旗なんですが、はい、どういうわけかですね、
これまあ、背景はいわゆる日本の国旗国家論争っていうんで、実は国内問題だったんですけどね。日本でさすがに国旗国家問題に関して言うと、国旗も国家も法律で、制定されましたから、それが制定されない時代は、あれは国旗ではないとか国家ではないとかっていう議論があったんですが、国旗国家は法律で制定されちゃったんで、さすがに、韓国、中国もですね、日の丸に関して言うと、あれは日本の国旗ではないってこう主張するわけにいかなくなっちゃったんですが、いわゆる旭日旗に関して言うと、まあ、法律で決められていないのかな、多分。ただ、まあ、海上自衛隊の旗として正式にずっと使われてて、その間は何も問題起きてないのに、その2010年前後になってから急に韓国で旭日旗は、ナチスドイツのハーケンクロイツの旗と同じようなもんだ、みたいなことが言われ始めて、なんかその、だけど日本にしてみりゃね、いやそれ戦後もずっと海上自衛隊使ってる普通の旗だし、それどころか朝日新聞は先に使ってて、朝日新聞にじゃあ文句言うのあんたたちっていう話なんだけど。で、今回参加するということは、で、実はかつてですね、韓国でやるそういう演習に、海上自衛隊が参加しようかって言った時に、はい、旗を下ろせって言って、ふざけんじゃねえって言って日本側が断ったことがあって、だってもう戦後ずっと使ってる旗なのに、突然2010年前後から韓国で旭日旗反対運動みたいなものがあったからって言って、やめるわけいかないじゃないですか。で当然今回の、国際観艦式でも海上自衛隊は旭日旗を上げますよ、そら。はい、で、旭日旗を挙げた海上自衛隊が主催する国際観艦式に、韓国が出るということは、韓国サイドの立場に立てば、旭日旗を認めるという意味ですから。なるほど。だから韓国の現政権がこれを決断したというのは、そうですね。はい。そういう意味では、あー。ひっくり返すとそういう意味では重要だなという気がして、はいはい、私はそんなにネガティブには捉えてません。ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム赤い葵さん。メヌマのさんまさん、夏色ボタンさん、小清水あずみさん、以上4人の皆さんのリクエストです。郷ひろみ&キキキリン、お化けのロックンロール、まあ、お化けのロックというのが正しい、曲のタイトルのようですね、はい。1977年の発売で、結城千穂さんがキキキリンさんというふうに名前を変えた同じ年直後に出した曲で、この曲が大ヒットしたんで、はい、一気にキキキリンという名前も一般的に、広まったと。辛坊さん、正しかったですね。あたり。はい。大体私言うこと正しいですよ。いや、また前後10年以内って言ったら絶対当たりますからね。そうですね。はい。さあ、お聞きの日本放送、この後はショーアップナイターです。東京ドームから巨人対中日戦。解説、江本武則さん。実況、日本放送、山内博明アナウンサーです。明日の朝6時からの飯田浩司の OK、コージーアップ。コメンテーターは、慶応義塾大学大学院政策メディア研究科教授の土屋元弘さんです。ロシアによるウクライナ侵略、入国時の水際対策の見直しについて伺います。この辛坊治郎ズームそこまで言うか、午後3時半から明日は飯田くんも登場します。あ、もうじゃあちょっと明日フライデーに激写された話聞いてみよう。違いますよ。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も聞いてね。